ステージ3いますけど、これいいじゃないですか。これ絶対強いっすよ。まあでもほら、スーパー星人3って長持ちしないんで。それ再現されてそれあります。おっ、やばい、出てくる魚ガード。うわな、さっきの恨みを晴らす。なんだすごい、ドラゴンダッシュとドラゴンダッシュと駆使してかなりいいアクションですね。やべ、間違えた、やばい、うわー、負けた、ほら、やべ、間違えた。やはりこの DP の上ではこのスーパーサイジン3の悟空もかなり強いキャラクターになっていますので、はい、自力で戦っていくとなかなかベジータは大変なバトルを強いられるかなと思うんですけれども、どうカバーしていくのか。うわ、投げた、うわ、何、おお、すごい、もうバニッシングをですね、さらにあの真後ろを取られた瞬間にタイミングよく、はい、ボタンを押すことでですね、さらにその裏を取ることができるというアクションがありまして、今早速決められていたので、やはり腕の高さというか技術の高さが見える試合ですね。瞬間移動、うわー、後ろいる、シンプルにかっこいいですね。そうですね、本当に素晴らしい。やばい、上手いんだけど近距離でやっぱりガードを固めたくなるんですけど、今の投げ技なのでもうガードを破ってですね、おお、必殺技ですね。うわ、うわ、減る、いや結構のダメージをもらってしまいますね。やばい、やばい、そうですね、はい、実はですね、今やっていただいた通り、はい、変身ができますので。なんだ、自己紹介始まった。自己紹介してる場合じゃないぞ。強い、ちょっと余韻とかないんすか。すかさず攻撃しかけていく、隙を与えない。いや、うまいんだけど、おお、投げ抜け、すごいです。うわ、投げ抜けてる、投げ抜けを徹底的に。あ、なんだ、やべ、変身を解除、解除しましたね。高田さん、舐めてるか、間違えた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 。リードしての余裕かと思いきや、時間切れとかじゃないんですね。そうですね、解除しちゃったっていう、今のはシンプルに解除するボタンを押されましたね。やばい、情けかけられてる、高田さんに。あ、そうですね、それでもまだ今ちょっとベジータの方が不利な状態なので、ぜひ巻き返していただければと思います。いや、ちょっとやばいんだけど、マジで。やばいやばい、このジャンルで負けたくないぞ、これ。中さんに。2番手ブロリーでお二人も3人ずつ選んでいますので、はい、まだこの後倒されてもまだ次がいますので、ごめんなさい、巻き返していただければと。やりたい方がやらないけど。うわ、なんだ、あ、でも後ろ取って、あ、でも後ろ取り返されました。こういった気弾を打ってもですね、やはりちょっと弾くこともできたりするので、ちょっとあれほど遠いところで打っていくと、はい、はい、ちょっとあまりダメージを取れないという、でもこっちが気を使ってしまうというのはなかなか不利になってしまうので、やべえ、少し気をつけてながら戦っていただければと。でもあと少しですね、ブロリーも押してますよ。練習したコンボが全く通じるとか、やばい、あ、わ、 OK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 、 よかったよかったよかった。合間時間とか練習されていたところもあったんですけど、そのコンボがなんとシャカさんに見事に返されてしまうというのが、ね、さっきから、はい、行われてますね。バータとブロリーどういう戦い方なのか。ほら、おお、やばい、変身ね、これ。リベンジカウントですね、食らいながらも反撃できる技をですね、使っていただいたんですけれども、すぐにさらにバータの方から押し返されるというところで、俺は強くなった方がいいでしょう。変身ですね。うわ、かっこいい、うわ、出た、止まらんぞ俺は。どんどんパワーアップしていきますので。ちょっと待って、何が止まらんじゃない。ちょっとやばい。ブロリーの見せ場だったのに。刺激。よっしゃ、うわ、うまっ。からの必殺技で。いい、大きく見せた。がっつり持ってきましたね。かなり巻き返しますよ。むずむず。やばい、投げだ。いや、ブロリー相手にバトル前線してますよ、これは。そうですね、かなり DP の差はあるんですけれども、ああ、うまい、かなりいい試合になってますね。はい、やっぱスペシャルファイティングポーズ取っちゃった。時間が経つとシャカさんもだいぶ追い込まれてきてるのかな。そうですね、かなり巻き返してると思います。あ、まずい、変身になった、まずい、キャラクターチェンジ、まずい、これ天使が間違えたぞ。さあ、出てきました。なんだ、いっちゃった、いっちゃった、結構鋭い攻撃なので避けるのが難しいですね。あ、じゃあ、あ、うまいんだけど、これしっかりとガードした後に投げを決めていくというところで、ちょっと待って、ズル気候法、やっべ、おお、よけた、おお、うまっ。バートはスピードあるキャラクターですので、回避能力もすごい高いですね。あっ、やばい、ちょ、バートが一番強いんだけど。なかなかあと少しのところ押し切れず、もう少しです。パッ、はい、倒してえな、これ。
太陽拳。何いけない。ギリギリで粘りますね。そうですね。というわけでうまくヒットさせることができると相手が見失ってしまうというですね効果があるんですけれども。うわ、頭立っちゃった。やばい。もう何にも。何も考えずに気弾で倒してたやばい俺最後のやつドクターゲロだドクターゲロドクターゲロドクターゲロこっちのホック強むずいちょっと待ってむずい笠さんは最後ドクターゲロその位置の管理がなかなか難しいですねまだ数の子さんはブロリーと精神犯がいるはいまだ控えてますね、あの突破でしょ避けるあちょっと鋭いおーなんかめっちゃ曲がったちょっとずるずるずるちゃんとガードすることができればキラを吸収することができるので、はい、ちゃんと人造人間なのでそういったこともできたりしますやばい浮かすに打ってしまうとなんかの類を打ってしまうとやばい太陽拳いかないうまい後ろに回り込んでなんだお投げがミスだやばいおカウンターですねかなり難しい状況のカウンターを今決めて、はい、ピンチを乗り切りましたねなんだなんだよくわからんスキルですねこれバフがかかっていますステータスが上がっている状態ですやべえ強いカウンターがうまいですねいやでも大丈夫ブローリーがいるから、はい、かなりシビアなタイミングでボタンを押さないとですね決まらないカウンターを今もう連続で決めているので坂さんの技術の高さがですね見えないいや強いぞブローリーブローリーとブローリー強すぎるでもかなり一ポイントもお互いあスパーカットモードになりましたかなり強力な状態になってますまずいまずい連続で攻撃できたりですね逃げたい逃げたい逃げたいえ繋がってんのあ避けうわ避けましたねなんとかもうかなりピンチですがあどうえの釈迦さんはさっきバートの時も粘ってましたからね今度はいここからの粘りがまだありますよどうなっていくかですよはいただ数の子さんもあ待って釈迦さんあ時間がないよ時間時間ないよだから釈迦さん人造人間で隠れてる場合じゃないでしょ釈迦さんそれでは2戦目スタートしていきましょうサタンをピックアップされたのがサタンだ数の子さんはいいやもう俺完全に強キャラぶち込んできました7コストと8コストの詰め合わせほら逃げるなおー早速始まったほらほらほら何ちょっとですあサタンを使っているのがカズノコさんおらそしてご飯を使っているのがシャカさんとなっていますおーちょっとおら何すごいマジやってますよサビよくやばいってなんか笑ってたの飛べねえ飛べねえだな飛べるわけないだろサタンがおらやばいやばいもう危ない遠くからこれ撃ってたらサタンはやっぱ止めないんですかねはいサタンは僕術持たないキャラクターなのであの自由落下してしまいますねおら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 やばいやばいこれ大変大変何投げてんだこれちょっと気候は持ってないのでおらおらおら石を投げている石です、ね、石で勝ってんだからおらおらおら大きな走ってるっすね待って声援寄れないぞこれ見せかけておらおらおらやばいやばいちょっとカウンターとかサタも伝えますのではい行け嘘だろサタうわすげえ遠すぎて避けられてしまいましたほらほらやばいしてるあでもいいぞ頑張れうまいなえ繋がってるあびっくりした今のはまたスキルでバフですねやばいあサタ危ないサタ危ないなんだほらほらやばい攻撃してくれ攻撃してくれサタあっという間に容赦ないさあそしてカズノコさんゴールデンフリーザアンコールも強化入れてきましたから入れてるやんすごいカウンター合戦やばいかなりタイミングがシビアなものを連続で今決められていてすごいアクションですゴールデンフィーザーもやっぱ DP としてはかなり大きい、はい、強いキャラなので、はい、かなりいい試合になると思いますよおおここまで高さ難なくやばいところは進めている様子がそうですね、こうかなり立体的でちょっと難易度が高いとは思うんですけどアクションのゲームとしては高いと思うんですけど、すごいもう自由自在に操っていただいてすごくかっこいいアクションしていただいてほらおマジかうわー隠してるまずいぞこれまずご飯が倒せないほらやべえしっかりと投げを挟んで相手のガードをさせないやべえめちゃくちゃ上手くなってるほらだいぶ使いこなしてますよシャカさんのファンをゴールデンフィーザー負けてないそうですね
少しまだフリーザがリードする。やおらおらやばすぎおらやばすぎるコンボ。さあご飯強い、まずいこれ。ご飯が倒せない。強いですね。二人抜きしましたね。マジンブー。はい、三人目はマジンブーですね。なんでそれ強い。よし、さすがに。おお。あ、これは。編集を解除してしまった。おらおらおら。はい。ちょっとしたなめぶというやつですか、これもしかして。なめやがって。おらおら。頼むマジンブー。おらおら。頼むマジンブー。やばい、間違えた。いいから裏を取って。やばい、むずい。あ、ちょっと。ちょっと盛り返してきましたね。まずかさんは3人全員倒すことができたら、まあ、それはかっこいい。やばいですけども。そうですね。さあ、鹿さんの方は今回2人を選んでいるという形なので、2人抜き、なんとか魔人ブーですることができればというところですね。やばい、なんか掴みが定期的に出ちゃう。やばい、結構やる、結構やる。よし、ここで。狙った。いや、グレートサイヤマン。パワーアップなのか、それ。それパワーアップなのか。見て、かっこいい。パワーアップなのか。ポージングの前に。ほら、ほら、ほら、ほら。やばい、うまい。いいですね。ほら。選手からもう、グレートサイヤマンにもなる。ここで。すげえ。こっちだ。ナイス。いや、かなり連続の攻撃が詰まってますね。なんだ。なんかいや、つかんできた、ここでやったところで、しかし、ご飯粘りますね、シャカさん。そうですね、相当寝ちゃった。今のスリープはですね、実は体力を回復するスキルをあのマジンブーは持っています。やべ、はい、かなり大きく回復しました。間違えた、大きかったんですが、うまく当たってる。やばい、来た、ビーデルさん来た。すごい減る、すごい減る。うわ、めっちゃ減る。これ倒される。あ、やばい、なんとか。おお、なんだこれ。うわ、出た、やばい、捕まる。捕まる。うわ、捕まった。なんだこれ。あ、こっから入るんだ。ここで、おお、よーし、やったですね。うわ、出てくるんだ、これ出てきたんだ。もっと強いんだが。ゴジータ。これ無理だろ。しかもスーパーの方のゴジータすからね。確かに、かなり強いキャラクターなので、これは苦しい戦いですね。シャカさん、なんとしても勝ちに来ましたね。やばい、ここで投げ、何、無理だった。これはカズノコさんも5時立ててきたらメンタル的にも心配な部分ありますけども、もう一ポイントもあとわずかなので、なんとか粘ってほしいです。やばい、いけ。あー、これ見つけた。ほら、うわー、もう必殺技で倒してくださいよ、シャカさん。もう冷静な雰囲気で、なんとしても勝とうという。さあ、それではやってまいりました最終戦、カズノコさん対シャカさん。さあ、ピックアップされたのはビルス。ビルス様、これはカズノコさんが、ビルス様、そしてご飯を選んだのはシャカさん。継続。さあ、しっかり戦っていただきましょう。最終戦よろしくお願いします。こうなんですよ、ビルス様はだいぶ勝ちに来たなっていう印象ですけども、そうですね、かなり強いキャラクターではあるので、先ほどの負けがやはり少し悔しかったのか、ここで巻き返していただければと思っております。先ほどの戦いから続いてご飯を使ってきたということは、だいぶシャカさんもご飯使い慣れてる印象が、はい、そうですね、おそらくそう、かなり慣れていらっしゃるので、その流れをですね、今回生まれているんだと思いますね。両者本気で勝ちに来たというのが伝わってくる最終戦。やばい、よっしゃ、おお、強い、強いぞこのキャラ。やっぱりさあ、ウィルス様をカズノコさんが使いこなし、ご飯を圧倒していく。まず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 しっかりとコンボをつないで、おらまずい、うまいんだけどコンボが。そうですね、やはり弱いキャラであっても、今回そのコンボだったりとかアクションで、そういった技術でカバーすることもできるというのも、ね、特徴ですので、はい、戦闘力の差があっても、うわ、しっかりと頑張っていただければ巻き返すことも可能ですね。体力ゲージ、ここから見るとなかなか差は大きくはまだ開ききっていないですけども、そうですね、いや、なんか投げたリードというところですかね。うわ、回した、当たるか、これめんどくさ、どうちょっと遠いですね。うわ、しっかりとガードされました。うお、抜けた。うまっ。やっぱりこのカウンターだったりがかなりタイミングシビアですし、投げ抜けというのもかなりシビアな設定にはなってるんですけども、
それがさっきから連続して起きているというところで、やはり相当なテクニックを持ち生で伺います。お二人は初めてね、これ今日プレイされると思いますけども、はい、それでもやっぱプレイヤースキルというか、そうですね、超級レベルの戦いが見えてます。すごいテクニックが出てます、はい、ね、初日とは到底思えない技術で、なんだ、なんか起きてくれ、危ねえ、なんで避けて、やばい、しっかりと避けられました。釈迦さん避けましたね、はい、さあピール様体力が危ないぞ、はい、先ほどリードしていたんですけども、かなり追い込まれていますね。いや、それ何うまいんだけど、それ爆発派でそれなんだ。ビジネス様が持ってかれましたが、ここで悟空5と来ましたね、これはスーパーサイジン5と来ましたね。もう何とこにいたんですか、これはまたもう分かんない、どうなんだ、ロコさんの本気を今水中で、なんか隠れてる、触れて、おら、来たんで行け、おい、やったー、これなんとか押し切りました。そしてブロリーと悟空の戦い、どちらも強いキャラクターなので、やばい戦いですね、火力やべ、おカウンター、そしてブロリーを釈迦さんが使っているという戦いですね、はい、おっ、しっかりと変身でパワーアップを決めて、逆に差し掛かろうというところですかね。いいぞ全力、おら、おー、いやー、うまい、マジか、うまい、いやもうタイミングよく押さないと発動しないカウンターなんですが、見事に決められました。うわ、すげえ、やばい、うわ、うわ、頼む、おお、すごい、マジでうまいんだけど、すごい、後ろの取り合いが連続で、いけいけ、やばい、おお、おら、やべえ、これブロリー押してますね、あるぞ、なんだ、なんかやってる、カズノコさんが操る悟空が持っていくのか、やべ、怖くてやってる、が持っていくのか、スパーキルソでかなり危険な状況です。これをしのげるか、なやばい、これガードしろ、ガードしろ、これ必殺技の一つですね、どうだ、おお、しっかりとガードを避けてる、ほらやばい、しかつけやった、無変だけど強いんで、そうか、やるぞ、行くぜ、サスケ、あ、